主様、こちらへ退避してください。戦闘が始まってしまった今、私たちはあまり役に立てそうにありません。ああ、どうしてこんなことに。何を根拠に。うん、主様は時々太平楽に構えすぎです。まあそういうところが頼もしくもあるのですが、正直なところ奪還していい状況には思えません。元気がなくなってきたな。疲れてしまったのか。もっと楽しませてくれ。生と死の狭間で切り結ぶ高揚感を、生きている実感を与えてくれ。あまり期待外れなようなら、せめて貴様らの血肉を浴びて渇きを満たすしかないぞ。さあ、奥の手や必殺技があるなら早いうちに見せてくれ。調子に乗りやがってこんにゃろ。人の縄張りを面白半分に荒らし回りやがって。あんまりはしゃいでんじゃねえぞ。まこと、一人で突っ込んじゃダメさ。私が速度でかく乱するから、まことは隙をついて本命の一撃を。おいおい、作戦をペラペラと口に出すのはあまり感心しないぞ。カオンは動物園の中では武闘派のギルドと聞いていたから期待していたのにな。ああ、がっかりだ。連携が取れていない、練度が低い、繊維が足りない。単なる町の喧嘩自慢というところか。それでは本物の騎士には、軍人には勝てんぞ。私とマコトの二人がかりなのに、だいぶ劣勢さ。でも変な感じさ。この人どうも私の動きを目で追えてないっぽいのに、拳や蹴りがまるで当たらない。紙一重で避けられてるさ。向こうの攻撃も不自然さ。室内だとあんな体験は取り回しが不便なはずなのに、デタラメで大ぶりな一撃がなぜか的確に私や誠を捉える。こっちの攻撃は絶対に当たらないのに、向こうの攻撃は絶対に当たる。そういう風に物理法則で決められてるみたいさ。理屈に合わないさ。何かトリックがあるよ。とはいえ今それを確かめてる余裕はないさ。こっちは奇襲されて体勢が整ってない。一旦ギルドハウスを放棄して退避すべきさ。私たちで死ぬ気で真帆たちの退路を確保するさ。ああ、尻尾を巻いて逃げろっていうのかよ。やりたい放題やられてさ、舐められたままじゃ我慢できねえ。せめて一発ぶん殴る。一対一の喧嘩ならそれでいいけど、ギルド同士の抗争では陰謀にはめられた時点でこっちの負けさ。あとは被害を最小限に抑えつつ撤退した方がいいさ。ほう、見た目の印象とは裏腹になかなか知恵が回るようだな、貴様。だが残念、逃がさんぞ。待望はせっかく手に入れたおもちゃなのだからな。そしてこの距離と体勢から当てられるさ。やっぱり敵の攻撃は必ず当たるさ。不自然さ。私は身軽さを生かして普段は回避しながら敵を殴るって戦い方をするから、
いちいち防御するのはちょっと不慣れさ。こっちは徒手空拳、向こうは体験。どうにか打ち払ったり防いだりしてるけど、このままじゃ削り殺されちゃう。耐えるのにも限界がある。しのぎきれないさ。悔しい。おじいとおばあに伝授された空手は最強なのに。でも敵の奇妙な攻撃と防御のからくりを解き明かさんと散りひんさ。カオリ、どいてろ。いくらなんでもそいつも攻撃と防御を同時にはできねえだろ。こっちからガンガン攻めまくってそいつの攻め手を止める。おりゃー。姫さんは私と香織に強化と回復の魔法をかけてくれ。ついでに余裕があったらギルドハウスを囲んでる連中を吹っ飛ばして退路を確保しろ。あ、うん、了解だっせ。やっぱり荒事では誠藩が頼りになるわ。うちは明かしまへんな。どうも喧嘩になるとからっきしどすなんて泣き言は後にせんと。王子藩たち、うちの後ろに退避しておくれやす。ぶぅ、悠長に説明してる暇がおまへん。ええから、今はうちを信じて言う通りにしておくれやす。お願いやで王子はん。うちも自分の縄張りを荒らされるんを指をくわえて見てられへん。全力でせめて抗うわ。カオンのギルドマスターとして。どいつもこいつも何も考えていないように見えて、戦闘における嗅覚だけは一流だな。面白い。これがビーストか。獣の本能と強度、人間の知性と柔軟さを併せ持っている。嬉しいな。いつだって未知なる強敵と戦うのは心躍る。ウキウキするよ。戦闘とはこうでなくてはな。楽しませてくれ。もっともっと。簡単に終わってはつまらんと思って優しく撫でてやっていたのだがな。どうやら遠慮は無用のようだ。こっちも少し気合を入れてやろう。人間の腕力じゃねえぞ。こいつの一撃を受け止めただけで軽く足が宙に浮いた。こっちも楽しくなってきちまったよ。カオリ、こいつの体験は私が防ぐ。お前は持ち味を生かして動き回りながら攻めまくれ。ガッテンさ、助け合いの精神ね。それがカオンさ。侵略行為は許さない。お尻ペンペンして追い払ってやるさ。無駄に対応してくるか。やっぱり面白いぞ貴様ら。その調子だ。頑張れ。期待しているぞ。隙あり今でございます。横やり失礼。うお、姿勢が崩れた。今がチャンス。仕留めるぞ香里。はいはい、これで終わりさ。きっついのをお見舞いしてやるさ。ちゅ、なんだ。私の絶対攻撃絶対防御が乱れた。避けきれない。防ぐしかない。
腹が立つな。この衣装はお気に入りなのに。なんだ、後方からあのチビスケが槍を投げつけてきたのか。普段ならばそんな不意打ちにも対応して避けられるはずだがな。楽しみすぎて勘が鈍ったか。それと貴様が何か特別なのか。何ですかあの目は。様式のある人間とは思えません。これが人間さ。強欲でいつだって快楽の奴隷だ。しかし興味深いな。見たところ単なる小娘のようだが、私や陛下と同じように特別な存在なのか。いや、単なる偶然か。先ほど不意打ちを食らったのも私が油断していただけかもな。まあいい、調べればわかる。貴様、こっちに来い。このクリスティーナがとっくりと見分してやる。切り刻んで不分けして貴様のすべてを暴いてやろう。あ、主様、私のことを守ってくださるのですか。いけません、主様には戦う力がほとんどないのですよ。あのような危険人物に目をつけられたらおしまいでございます。切り刻まれたりとか、ひどい目に遭わされてしまいます。ひどいな、ちょっと傷つくぞ。まるで私が悪役みたいな言い草じゃないか。おいこら、どこを見てやがる。てめえの相手は私たちだ。ち、多勢に無勢か。いまいましい。このギルドハウスを取り囲んでいるナイトメアの部下どもを突入させるか。いいな、どうも外が騒がしい。あの声は。残念、時間切れのようだな。楽しい時間はあっという間だ。どいてどいて邪魔。あんまりエレガントじゃないけど腰通るわよ。そこまで。双方武器を収めなさい。はばかりながら仲裁する。今すぐ死闘をやめなさい。もう真夜中よ、ご近所迷惑でしょうが。あんたがカオンに保護されてるって聞いたから慌てて屋敷から飛んできたわ。どういう状況よこれは。大丈夫？怪我してない？やっぱりお知り合いなのですね。もうだいぶ慣れてまいりました、主様。ハロー、サレンのお嬢ちゃん。いや、元副団長と呼ぶべきか。クリスティーナ、今通りがけに他のナイトメアの団員たちから事情を聞いたわ。独断専行の大暴れに団長も痛くご立腹みたいよ。今日のところは私の顔を立てて撤退してくれない？構わないよ。正直まだまだ食い足りないのだけど、最低限の目的は果たした。ここで貴様も含めて全員もなぎ倒してしまうのも面白そうではあるがな。これでも結構ナイトメアは気に入っているんだ。今はこの立ち位置を保っておきたい。だが貴様に手を出すとナイトメアでは村八分にされてしまうからな。ずいぶん人気者だったものな、元副団長。未来の楽しみのために今ぐっと我慢するのも人生を謳歌する秘訣ってものさ。いいだろう、今宵は引いてやる。ちょっと調べておくべきこともできたしな。こら、ちっちゃい子を怯えさせるんじゃないわよ。このことは問題にするわ。プリンセスナイト上層部に報告する。
いつまでも無法がまかり通るとは思わないことね。肝に銘じておくよ、お嬢ちゃん。ではな、失礼する。今日は久方ぶりに楽しかった。また遊ぼう、紳士淑女の諸君。それではアデュー。あ、待て、こんだけ大暴れしといてただで帰れると思ってんのか。まことはん、深追いせんといて。帰ってくれる言うんやからそれでええやん。それよりも怪我してるとこ見せとおくれやす。手当てしまひょ。香織はんもな。はいはーい。でもあんまり怪我はしてないさ。あの人どうも手心を加えてくれたみたい。あの人が本気だったら私も誠も今頃にらいかないよ。マジかよ、あれで手抜いてたってのか。ちっくしょう、バカにしやがって。妙に強かったなあの人。誠はんと香織はんを片手であしらってたん。不自然な気するけど。なんかご存知やろか。あんたどうもナイトメアとは因縁が終わりのようやけど。うん、ちゃんと説明するから安心して。でもその前に、無事でよかったわスズメ。この子はもうあんまり心配させないでよ。怖かったです。今日だけでありえないような修羅場を何度も味わっちゃいました。頭が変になりそうでしたよ。よしよし、かわいそうに。ごめんね、駆けつけるのが遅くなって。まったくもう何が何だか分かんないけど、どうも嫌な感じね。しばらく平和だったのにあちこちきな臭いったらないわ。困ったものね、子供たちの未来を。暗雲で閉ざしたくはないんだけど。